皆さんこんにちは、フロマスクです。今回は Steam で新たに発売されたこちらのグレイゾーンウォーフェアに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちらは2024年4月30日に発売された、まだ早期アクセスのゲームですね。ストアページ情報によると、リアリティを重視した激しいタクティカル FPS で、 PVP と PVE モードを特徴とする MMO オープンワールドゲームのようですね。残念ながら日本語には対応してないようなんですが、早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。よし、じゃあやってきたいんですが、キャラクエですね。なんか渋いおじさんしかできなさそうだけど、いいですね。それで、これはなんか勢力のあれなのかな。現状だとこれだけしかできない。あ、選べるのか。PMC ソルジャー。これで行きましょうか。とりあえず、アフロマスク。はい。これでプレイしてみましょう。お！よし、ということで今ですね、ゲームスタートしたのかな？なんか人いますね。これ味方ってことか。頭ないけど大丈夫この人。ひどい。頭がなくなってるけどどういうこと。ここは何、チュートリアルマップってこと。でもグラフィック綺麗ですね。いきなりすごいことになった。それなんかヘリで飛んでくのか、もうみんな。ここ、どう、C でしゃがんで、どうすればいいんだ。こっからどっか行けってことなのかな。もうここから MMO だから自由にどこでも行けるのか。謎ですね。人いっぱいいるな。すごいですね。またこれヘリは来るの？謎が多いんですけど、武器とかは、ロッカーにいろいろ入ってますね。一応なんか一番いいエディションのやつ買ったんですけど、なんか武器とかはいろいろ最初からありますね。こんなにいるの？まあいいか。これがポケット。な、物を持ち帰って持ってくればいいってことですよね。これがステータス？はい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 。グラウンドゼロ。ここに行けばいいの？どこへ行けばいいんだ？これ荷物とか、こんなにいる？最初から。ここら辺とか置いとく？ここはロッカーだから捉えないってことですよね。セーフロックに入れとけばいいのか。多分。ポケットにもいろいろ入りそうだけど。血液パックとか、いろいろとありますね。かなりリアル系な感じですね。こう、ファイヤーモードとかはどう変えるんだ？タスクとかも、あるのかな？話せんの？誰か。なんかヘリ来ましたね。これに乗ればいいの？どっか飛んでっちゃった、また。どうすればいいんだ、これ。頭のない人は何なの？歩いて行った方がいいのかな？なんかタスクとか、あれしたいですよね。あるんだったら。ここら辺は何もないの。なんかヘリがちょこちょこ来てるな。また来た、また来た。これに乗れんのかな？降りてきましたね。はいはいはい、ユース。乗れた。なるほど。こんにちは。いや、
あーなんかとよくわかんないけど出発した。あー重たいぞこれ。大丈夫？すごいカクカクで止まりそうなんですけど。あははは重なんだこれ。ちょっと待って、設定変えないとダメかも。あーまあ重いですね。久々にこんな重いことになってる。あー降りてきた。降りれば軽くなるから。あ、なんかもう死んでませんそれ。まあもう死んでる。あ、生きてますね。これでちょっと待って、どうすればいいの。 ZX で伏せられるんだ。このままこっちの方行けばいいの。 B でファイヤーモードとか変えられるんだ。なんかもう銃声がしてますね。とりあえず行ってみるか。この重いのはどういう方あんのかな。なんかヘリから降りると軽くなりますね。じゃあ行けんのかな。とりあえず前に味方かわかんないけどいるんで、このまま街中入っていけばいいの。前に2人ほど仲間がいそうですね。あーなんかほぼ裸で走ってる人いるけど。あーオートマティックシングル、オートマティックにしとくか。このまま進めばいいのかな。入りはどうすればいいの。またあそこのヘリの場所から行けばいいの。いや重たいんですけどちょっと設定変えるか。これ画質落としましょうか。あなんかすごい、これでも画質の感じではなさそうだな。ちょっと今画質落としたんでこれできるかな。なんだ、なんか銃声がすごいするんですよね。いやでも緑がすごくて見えないな。どういう戦闘になってんのこれ。この先に仲間かわかんないけどいますね。それ以外は敵ってこと？ああ、そこから入れますね。すごい銃声がしてる。あ、仲間来たかも。一緒に行きましょうか。ああ、倒れてる？ああ、倒れてますね。この人と一緒に行ってみよう。よくわかんないけど面白そう。いいですね。なんかあった？いる？どれが敵なの？どんどん行きますねこの人。いろいろ拾ってってる？ああ、倒れてますね。ちょっとおこぼれを。あ、AK とかあるけどいらないの？中入ったぞ。あさってるあさってる。なるほど、こういうとこあさってくのか。ちょっと一緒に行こう。すごい銃声ですね。でも、もう味方同士 PVE エリアなのかな。この中いるのはもう敵ってことですよねきっと。すごい銃声ですねほんと。ああこれで開けられるんだ。こっち側にいるの。ここら辺のものはされないの。帰りはどうすん？あ、なんか物がありますね。こういうの取っていけばいいんだ。あ、窓も開けられる。ちょっと待って。あ、でもなんかどんどん進めそうですね。味方と一緒に行動した方が良さそうだな。
まだ敵がどういうあれか認識してない。ここら辺なんか漁ってましたよね。物を取って売っていけばいいのか。人も死んでるし、ここら辺はもう安全ってことですよね。 AK はなんかもう普通にすぐ取れる系なのか。まあだいぶ前に行ってるな、味方押し上げてるのか。味方の元へ行きたいな。あそこにいません？なんか。それは味方？それ味方っぽいな。その人と一緒に行ってみるか。いる？これ AK 持ってるけど敵じゃないの？敵っぽいな。ちょっと待ってか。これか敵は。確かにかなり軽装ですね。ああ、これ味方ですよね。やったやった。こういう感じか。だいぶ鈍いな、相手。ああ、これか敵。ああ、見てる見てる。バンダナ巻いて、こういうやつらが敵なんですね。よくわかんないけど。あ、なんか飲んでますね。あ、それ美味しそう。そういうやつ飲むか。あー、これで飲める？あー、すごいすごいすごい。ペットボトルですね。帰りどうすんだろう。帰りどうすればいいのこれ。今の人どこ行った？あ、ここも入れるんですね。ちょっとついて、ここの人に。こういうとこ漁ってくんだ。これもう外？あ、これ中か。もう出ちゃった？ちょっと一緒に行きたいですね。どこいる？あー、びっくりした。一緒に行きません？ちょっと敵がどのあたりかよくわかんないから。あ、でも味方だいぶ前に進んでんな。とりあえず仲間と一緒に行動しよう。ああ、いいですね、いいですね。あ、なんか、明らかにこう、軽装な相手は敵ってことでやってっていいですね。味方を起こせたりすんのかな、倒れても。あ、それ乗り越えられるんだ。いいですね。ついてく、ついてく、カバーしてきます。でももうほぼ倒してんじゃないですかこれ。でもいろんなとこにいそうですからね。あ、倒れてる倒れてる。あ、すごいすごい早いな。もう場所が分かってんだろうな。市場ですね。おお、マップいいじゃないですか。すごい。あ、なんかある。飲み物もらってるかな。隠れないように。熱い。いる？いそうですね。行こう行こう行こう。味方？それ。危ない。敵ですね。リロードリロード。こっちが行こう。ああ。カバーしてきます。結構いる？こっちが行こう。
一緒に行動して。声しますね。この中いそうだけど、なんか二人でいた方が絶対生存率は高いでしょう。あ、音はする。行こう行こう。いや、めちゃくちゃ撃ちまくってんな。大丈夫？オッケーオッケー。ついてくついてく。あ、声しますね。やっぱその中いるんだな。どこ行った？ここいますよね、絶対。どうなった？やっぱ中入った方がいい気がするけど、そっから入れんのか。上とかもいそう。こっちが？すごい移動すんな。早い。倒しに行ってる。あ、そっから行けんの？いや、この人、結構やってる人だな、多分。いろいろと分かってそう。あ、なんか落としたな。ドアが開く音した。声は聞こえ、その奥から声聞こえますね。あ、みんな集まってきてる。ここにいそうですね。行ったな。あー、味方いますね、さらに。いやー、きれいきれい。最初ちょっと重かったけど、全然大丈夫そうですね。周りを見回ってるかな。あー、でも全体的に押し上げたよな。結構大人数で協力プレイできる感じなんだ。いいですね。面白い。なんかこう敵を一掃すればいいのかな。こういうのは開けられないのか。ここはいないの。中まで全部入れるんですね。まだ向こう側でも銃声してるけど、これ最前線なのかな。いやー、でも敵見つけるの大変ですね。さっきはなんかもうだいぶのんびりした敵だったからよかったけど、ちょっと前にいるな。その建物のとこまで行ったか。ああ、いますね。そこまではクリアか。おー、でもなんかこう、森ジャングルかな。あー、死んでますね。お金とか持ってないの？いや、ほんと大したもの持ってないんだな、敵は。あー、また死んでる。あ、全部捕らえてる。この環境音とかもいいですね。ここは田んぼかな？でもこれ敵潜んでても分かんないですよね。どこ行った？味方の姿も分かんなくなる、これ。あー、で、そのまま、アルファ2まで行けばいいってこと？そこが離脱地点なのかな？いや、何も見えないんですけど、これ。こういうとこにも敵いんの？とりあえずこのまままっすぐ行けばアルファ2ですね。はい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 。いる？なんか銃声はしてるけど、こんなところで撃たれてもどうしようもないな。どうすんの？来たけど。まずゲームの流れを知りたいですよね。あ、そこなんかいません？これ味方？
あー、ここで待てばいいのか。ヘリが来る。あー、ヘリ来ましたね。なるほど。はいはいはい、ここ着陸地点。あ、すごいすごいすごい。なるほど。じゃあヘリで出発してヘリで戻るみたいな感じか。おー、これでもう帰れんの？帰りたい帰りたい。ここに乗ろう。いいですね。そういう感じなんだ。この時も撃てたりすんのかな。あ、撃てますね。いや、いいじゃないですか。なんか敵は一人倒せたから、なんかもうバンバン倒していく感じなんですね。マップは他にもどっか行けるとこがあるってこと？タスクを受けるとあれなのかな。これさっきの場所に戻るってことですよね。ああいう敵はバンバンリスポーンするってことなのか。乗るヘリによって行き先が変わる系なのかな。あ、他にも PVP モードもあるってことですよね。おー、あ、帰りは結構スムーズに帰ってこれた。あ、さっきのとこですね。はい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 。流れは分かった。で、みんなどっか報告とかしに行ってる？はいはいはい。あ、で、これで、取ったものをロッカーに入れたり、あとは売ったり、できんのかな？結構あっという間に弾なくなっちゃう感じなんだな。今はまずここに行きましたよね。他のとこ行くにはどうすればいいんだ？なるほど。これ勢力によってベースキャンプが変わってるから、みんなここら辺、ここは PVE で、グランドゼロが PVP エリアってことか。なるほど。さらに行きたい人は、こっから徒歩で歩いて行って、行けばいいのか。まあ、ここは練習エリアみたいな感じなのかな。ここら辺も、他プレイヤーいるってことですよね。他勢力戦うときは、このグランドゼロ行って、やれってことか。なんとなく流れは分かったかな。ああ、これか。この人に、ああ、この人には売れないんだ。あ、タスクとか、あ、これか。こういうタスクを受けていけばいいわけですね。はい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 。ああ、なるほどなるほど。で、これが購入できて、はいはいはい。ここら辺も、売れると82ドル？あ、今1万ドルしか持ってないんだ。安いな。こういうタスクも受ければいいってことですよね。なるほど。まあいろいろ PVE のあれと PVP のとこ選べるのは良さそうですね。なんとなくわかった。面白そうなんで、もうちょっとプレイしてみましょう。